プログレス M-66 は2009年2月10日に打ち上げられたプログレス補給船。国際宇宙ステーションへの補給活動に使用され、バージョンはプログレス M11 回 615A55、シリアル番号は366、NASA による名称はプログレス32、M-66 は2009年2月10日5時49分に、 バイコヌール宇宙基地31番車点からソユーズユーロケットによって打ち上げられた。これは1992年のプログレス M-15 以来初の31番車点からのプログレスの打ち上げだった。2月13日7時18分に ISS のピアースモジュールにドッキングし、推進薬、水、食料、科学研究のための機材など、 計 2657kg を補給した。また新しいオーラン MK 宇宙服は補給し、ステーションでの船外活動に使用された古いオーラン M 宇宙服一着と交換した。5月6日15時18分にアンドッキングし、プログレス M-02M にポートを譲った。その後12日間自由飛行を続け、プラズマプログレス計画の一環として実験を行った。 同月18日14時28分に軌道を離脱し、大気圏再突入、およそ15時14分45秒に、太平洋にデブリが落下した。ありがとうございます。